第7代チャムリー公爵、デイビッド・ジョージ・フィリップ・チャムリーは、イギリスの貴族、政治家、映画監督。父が爵位を継承する1968年まで、マルパス子爵、自身が爵位を継承する1990年まで、ロック・サベイジ伯爵の儀礼称号で称された。映画監督としての芸名は、デイビッド・ロック・サベイジ。 2011年5月25日、貴族院議長平満女男爵や、庶民院議長ジョンバーーと共に、アメリカ合衆国大統領、バラク・オバマに、ウェストミンスター宮殿を案内するチャムリー公爵。1960年6月27日、後に、第6代チャムリー公爵となるロックサベイジ伯爵、ヒューチャムリーとその夫人ラビニアの、第4子として生まれる。イートン校に入学。 1974年には女王エリザベス2世への名誉保障を務めた。フランスのソルボンヌ大学へ進学した。1990年3月13日に父の死により第7代チャムリー公爵位を継承し、貴族院議員に列した。またチャムリー公爵家が世襲する大一住居に就任した。1999年の貴族院改革で、 世襲貴族の議席は大幅に制限されたが、第一重教は、貴族院に議席を持ち続けることになった。2010年5月25日から貴族院議員を休職中である、デイビッド・ロックサベイジの芸名で映画監督もしており、1995年には、トルーマン・カポーティの小説、遠い声遠い部屋の映画化の監督を務めた。1997年公開の、 エリック・ロメール監督のデネットとミラベル四つの冒険では小さな役で出演。2009年公開の太陽の影でも監督を務めた。またチャムリー公爵家はノーフォークにホートンホール、チェシャー・マルパスにチャムリー城を所有し、マルパスに7500エーカーもの辞書を所有する王子主でもある。サンデータイムズ・リッチリストによるとチャムリー公には 約6000万ポンドの資産があり、富裕層の中でも特に富裕であるという。1990年3月13日に、父、ヒューチャムリーの死により、以下の借位を継承した。2009年6月に、サラ・ローズ・ハンベリーと結婚し、彼女との間に、以下の双子の兄弟と女児を設けている。ありがとうございます。